英語圏の文学を読み漁っている柴田元幸さんと岸本幸子さんがお互いに今訳したい短編を紹介。柴田元幸責任編集モンキーボリューム34特集ここにもっといいものがあるを今回はご紹介します。どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストです。パーソナリティは私大地と三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが、お互いに好きな作品を時には熱く時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です。今回紹介するのは柴田元幸責任編集のモンキーボリューム34ここにもっといいものがあるになります。岸本幸子さん柴田元幸さんの短編協約ですね。本編始まる前にですね、少しちょっと雑談ではないんですが、お知らせやら何やら少し入れさせていただきたいと思います。先日ですね、11月の2日3日下北沢ボーナストラックでポッドキャストウィークエンドというイベントがあって、我々は2日に出展させていただきました。来ていただいたリスナーの方々本当にありがとうございました。本当にですね、あんな雨の中来てくれるのはちょっと嬉しくて、なかなか来てくれる方もすごい大変だったと思うので、足元の悪い中本当来ていただいて感謝しております。結構雨がすごかったんですよね、うん、もうなんかね、途中で土砂降りになったりして、ね、まあ、ちょっとね屋外だったんですけど、うんうん、ね、しかも文学系のイベント、なんか文学フリマとか、あいつもお世話になってる、うんうん、海屋敷ブックフェスタとか、うん、ではなくて、なんかそのポッドキャストの集まりのイベントだったんで、ちょっとリスナーの人とか、ね、今回は来てくれるんだろうかとか、ちょっと最初は内心ドキドキしていたんですけどね、うん、結構来てくれて本当にありがたかったですね、うんうん、ね、いや嬉しかったよね、うん、で雨がね本当すごかったので、なんか我々もなんか結構大変な思いでやってはいたんですけど、でもそれにもかかわらず結構来てくれて、しかも来てくれたらなんか人によってだけど結構ね長くいてくれてお話できた人も多かったし、なんか文学フリマよりもなんかゆっくり話した印象があるんだよな。あ、そうですね、あと文学フリマの方が、うん、なんかちょっとお客さんがそのブースに寄ってくれる人は、うん、まあ多かったと思うので、ああそう、ああ、まあ、そうか、そうですね、この辺のね兼ね合いかな兼ね合いはあるかもしれないですね。確かに、うん、確かにな。いやでも今回ちょっと学んだのが、うん、文学フリマとかだと、まあ、自分たちの陣を売るだけなんですけども、で今回も同じようにそのブースで、ね、うん、なんかその本とかグッズを販売していたんですけども、うんうん、もうちょっと来ていただいた方になんか体験を提供 で、うんうんうん、できるような、なんかそういうものがあるといいなとは思いましたね。あ、結構ね周りが、ね、ポッドキャスト今回のポッドキャストウィークエンドだと、うん、なんかね占いができたりとかですね、なんかアンケートに答えたりとかですね、なんかその購入者と記念写真を撮ったりとかですね、うん、なんかいろんなその体験ができる、ね、うん、ちょっと工夫をされていたんで、その辺は、ね、うんうんうん、もうかなりこれからちょっと活かせそうな経験になったなと思います、うん、確かに。なんか選択肢を選んでいくとね、あなたのおすすめ作品はこれですとか出てくることやってたりするポッドキャストの方もいらっしゃいましたもんね、うん、あとちょっと隣が本の虫のすすめさんと、うんうん、本のれんラジオかさんがつながっていて、はいはい、まあ、本関係が3つぐらいまとまっていたんですけど、うんうん、我々含めて、で雨だったんでね、多分隣もそうだったんだけど、どんどん髪が曲がってくっていう本当ですね、非常になかなか厄介な状況の中、うん、頑張ったんですが、うん、まあおかげでね結構その横もなんか苦労を共にしたからじゃないかもしんないけど、うん、なんか仲良くなってね、うん、もしかしたらこの後一緒に収録なんかする可能性なんかもできてるので、うん、ちょっとそのあたりも楽しみにしていただけるとありがたいと思ってます。で新グッズサコッシュが結構評判良くて、まあ実際使ってもらった方からちょっとお声もらったりとかもしてるんですけど、私翌日の3日は1日スタッフやってたんですけど、まあ快晴でして打って変わって、うんうん、で私の知り合いは結構そっちの方に来てくれたんですよね。まあそうですよね、うん、やっぱり、うん、もう天気良かったですからね3日は、うん、でなんか友人たちと話したりとかしてて、で他にもスタッフ仲間、まあ主に東中の雑談のメンバーなんですけれども仲間なんかが言ってたんですけど、なんかねサコッシュ買いたいってめっちゃ言われた。おー、うん、そうなんですね、うん、今日も売ってないのって言われて、いやブースねえしみたいなとこなんだけど、うんうん、サコッシュ欲しいって言われて、ああじゃあ
どうしようかなと思って、なんかどっかでやっぱまとめて、まあちょっとこの後ね、告知でも文学フリマの話とかするけど、まあまたちょっと販売する機会増やしていかなきゃなっていうところと、あと思ったよりやっぱニーズがありそうですね。とりあえず試作でそんなにロット数作ってないんですけど、もしかしたらこれ結構売れるかもしれないなっていう、あ、で私もねめちゃめちゃ使ってる、なんかね、あのお財布入れたりとか、なんかちょっとしたもの入れたりとかして、カバンを置かなきゃいけないときに結構重宝しますね。まあ、なので日常使いにちょうどいいですよね。サイズ感もね、ちょっと最初ちっちゃいかなと思ったけど、ちょうどいい気はしています。ね、意外と、まあ、本単行本がね入るくらいの大きさですし、ね、ちょっとねドンキ本は入らないけどね、なのでちょっとまたあのこの後文学フリマと他のちょっとイベントの告知しますが、お楽しみにしていただければなと思います。きっと結構欲しいって人多いんじゃないかなって思います。はい、あとちょっと私はもう3日の朝、この2日多分雨の中でいろんな人と話しすぎたせいなのか寒さのせいだったのかちょっとわからないんですけど、完全に声が3日死んでまして、で、あの3日はですね、私動線管理っていうか、混んだところをちょっと道開けてくださいみたいな感じで誘導する役割を渡されていたんですね。だから結構声を出す仕事をしていて、なので3日の夜ちょっとスタッフの方々と何人かで打ち上げ行ったんですけど、もう声が死にすぎててちょっとなんか大変なことになってましたね。確かに3日僕はちょっと客として、あ、そうですよね、行ったんですけど、ね、大地さんも声がもう枯れてましたしね、ガラガラでした、でそれからなんかずっと調子悪くて、なかなか声が本調子に戻らないままちょっと時間経っちゃってるんですけど、今日もちょっとやっぱりまだ戻ってないなって感じはしますが、龍角散ダイレクトでだいぶ整えながらちょっと今収録してますけど、ポッドキャストウィークエンドね、まあ特に2日に出た他のポッドキャストの方々は結構回りづらくて、我々ブース出しながらだったので、3日は私スタッフの仕事が終わった後結構ぐるっと回れたんですけど、2日に出てた我々なんかテントエリアかっていうところで出店したんですけれども、あの奥のエリアの方にはなかなか行けなかったので、ちょっとそこは心残りがちょっと残ってますね。まあ、これは文学フリマと一緒だけどね、出店するとどうしてもこうなってしまうっていうのは、あ、そうですよね、ところですね。ちょっといろいろ気になるポッドキャストたくさん多かったんで行きたかったんですが、じゃあちょっとあのポッドキャストウィークエンド来ていただいた方々本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当になんかあの忘れないと思いますなんかあの雨の中お話ししたことは。で、ちょっとこの後のですね、ちょっとイベントの告知だけさせていただきたいと思います。文学フリマ東京39、12月1日にある、イベントですね。こちらビッグサイトで初開催となる、東京、あ、文学フリマ東京ですが、こちらですね、あの吉田郁美さん、翻訳者吉田郁美さんがマギーズパイという名義で出展されていて、そこにですね、我々もちょっと片隅に、出展させていただけることになったので、サコッシュとか売ると思うのでぜひ来ていただければなと思います。あ、ジンもおります、もちろん。で、ブース番号は M23 になります。こちらちょっと我々の名前ね案内には出ないと思うので、なんとか見つけて来ていただけるとありがたいです。で、12月はですね、また後半にですね、12月22日の、これは日曜日、日曜です、日曜日ですかね、12月22日の日曜日に、梅屋敷ブックフェスタ、これヨーヨー社さんがいつも主催されている梅屋敷ブックフェスタに、また出展させていただきます。こちらでもですね、ジンやサコッシュグッズ売りますので、こちらも来ていただけたら嬉しいですというところです。で、年が明けてですね、初めて関西にかな、関西イベントでの初めてかな、そうそう初めてですよ。あ、初めてだよね、そうだよね、文学フリマ京都にですね1月19日、出展しますので、こちらもお楽しみにしていただけたらなと思います。ちょっと年明けまでいろいろ連続しますが、皆様ちょっと来ていただける時があったら、特に京都はね、関西の方来ていただけたら大変嬉しいので、よろしくお願いします。そんなわけでいきますか、特集、ここにもっといいものがある、まずですね、これあの2021年のこれここにいいものがあるっていう特集でまた2人でやってらっしゃったんですけども、あのその第1弾も以前紹介させてもらっていて、でこれが10月に、今年の10月にですね、2024年の10月に発売されたので、また紹介しようという話でちょっと三重さんとなったので、企画自体が面白いですよね、岸本さんと柴田さんがそれぞれ、ね、の作品を訳し合っているんですけども、なんか短編協訳っていうこの協訳がなんか共に訳すではなくて競いながら訳すみたいなですね、そんな試みで、まあ、第1弾もすごい面白かったんで、じゃあ第2弾も出たのでせっかくなんでこれはもう読みたいって、そうですね、あ、すいません、そもそもモンキーってなんだっていう方いらっしゃるかと思うんですけれども、翻訳者柴田元幸さんが年に3回責任編集で発刊している文芸誌でして、その時々でテーマがあるんですけれども、今回は岸本幸子さんと2人で協約という
企画になっています。スイッチパブリッシングから出てるんですけれども、毎回テーマがいいので一応私は定期購読してます、うん、僕はなんか気になる回の時買ってますね。で定期購読していると必ず観光イベントを見れるんですけど、三重さんは今回あれ申し込んだ感じなの？あれはそうですね、今回後追いで申し込めるんだってこと？あ、申し込めます。あの会員ではなくても。それって何、有料になっちゃうってこと？そうですね、500円。あー、なるほど。あ、それ確か、わかりました。そうですね、あの毎回観光後にね、あの柴田元幸さんがちょっとお話しするトークイベントがあるんですけれども、まあ、現地にも行けるし配信でも見れるっていうことで、大体私アーカイブで見ることになっちゃうんですけど、うん、でこれは定期購読してると必ずあのアーカイブ送られてくるんで、あのそちらで見てますね。あ、 もちろんリアルタイムでも見れて、あの質問なんかもできます、っていうですね、あのモンキーなんですけれども、個人的には結構これ値段の割には柴田元幸さんが毎回翻訳チャレンジしてるし、うんうん、お得なんじゃないかなって個人的には思っている雑誌の一つです、じゃあそんな雑誌ですが、まあ、今回ここにもっといいものがある特集について今日はちょっと話していきたいなと思ってます。でまずめちゃめちゃ面白かったですねこれね、でそうですよね、なんか、毎回なんか新鮮ですよね、読むとこんな、ね、新鮮な作品があるんだっていう、この新鮮さが味わえるっていうところは、なんか前回もそうでしたし今回もやっぱり思いましたね、そうですよね。なのでなんというか、あ、で今回ねすごく思ったのは、なんかお二人が計6作家、8作品訳してるんですけど、なんかどれも変わってるんですよね、ストレートな作品はなかったかなっていう印象で、やっぱ短編だからこういう切れ味が出るのか、作家だからこういう切れ味が出るのか、ちょっとわからない部分あるんですけど、いやめちゃくちゃ面白かったなっていうのと、あとなんか海外文学、まあ海外文学だけではないと思うんですけど、文学作品の中でちょっとこれは一体どういうことなんだろうとか、ちょっとつきにくくて分かんないなとか、でもなんか面白いなみたいな作品あると思うんですよ。あ、日本でいうと炎上父さんとかになるのかなとか、ちょっとそのあたり変わった作品を書くっていう意味でちょっと今挙げてますね、けれどもいると思っていて、でそれの楽しみ方とか読み方というかっていうのは多分分かりにくいっていう感覚で終わってしまうことも多いんじゃないかなと思っていて、で今回8作品読んだ時に思ったのは、あのそういうなんかちょっと変わってるなっていうものへのかなり入り口になるんじゃないかなと思っていて、これを長編でやられると多分読み切るの結構きつかったりする人多いと思うんですけど、短編で結構コンパクトな作品が多かったので、今までこんな変わった話あるんだふーんとか思いながら読み進めて、一中でちょっときつくなっちゃってやめた長編とかがある方には結構おすすめかなと思ってます。わけわかんない作品が結構多いんで、で独特だし全部、なんかそういう意味でなんか異彩を放っているので、個人的にはなんかそういう挫折経験がある人にこそ読んでもらいたい今回の特集だなと思っています。ご本人たちは意図してないと思うけど、お二人は意図してないと思うんですけれども、ぜひなんかそういうのにですね、なんだろう、ファーストステップになるかなって思うので、ぜひちょっとそのあたり、あの思い当たる方は手に取っていただけたらなと思います、しかもあれだもんね、あのモンキーね、この内容に関して絶対私安いと思うんだけど1200円なんだよね。ああ、はいはい、そうです、で定期購読したらね、さらに安くあ、そうそう、さらに安くなるんで、ナンバーオフだっけな、安くなります、確かにそうですよね。なんか変な話が本当多いんですけど、でもなんかいい話で言うとあれですけど、なんか読後感がなんか何とも言えない、このなんか読んだ時のこの充実感っていうんですか、短編で短いんですけど、それなのにそれが味わえるっていうですね、なかなか余韻が残る作品がいくつかあったりするので、そういう意味では確かに何の話かよくわからないところもあるかもしれないけど、でも読んでいくと面白いですし、余韻も残るしっていうような、そうですね。じゃあそのところで、具体的にちょっとお話ししていきたいと思います、まずですね、版元ホームページから読み上げたいと思います。翻訳家岸本幸子と柴田元幸が今一番訳したい創作を集めた海外文学作品特集の第2弾、2人が選んで訳した英語圏の作家6名による珠玉の8作品をお届けというところになっております、で今回前回のね第1弾の時には日本で紹介されてない作家っていう縛りがあったんですけど、今回はそれを取り除いて選びましょうと、訳したいやつ紹介したやつ紹介しましょうっていうことでお二人で選ばれたそうです、ただ結果的に今回日本ですでに紹介
敗されてるのはマコーマックだけでしたね、うん、エリック・マコーマックだけという結果になりましたというところですね、うんうん、で本当に、6名の作家はですね、あ、マコーマックはなんかある意味海外文学界隈では売れたイメージがあるから、うん、長編クモがちょっと有名っちゃ有名なのかな、そうですね、エリック・マコーマックですね、でも、うん、マコーマックのクモとかってなんかちょっとクロート側 なんか印象は僕の中であるんですよね、なんかその海外文学の入門っていう位置づけではないというかですね、海外文学のちょっといろいろなんか沼にはまっていった、確かになんかその、うん、そこの方になんかありそうな本なのかなと思うので、うんうんうん、私も読みたくて読んでないんだよな、 あれもう発売した当初から気になっていたけど、うん、あ、そうですね、積ん読にはなってますね、あ、うん、持ってはいるんだね、持ってはいますね、なるほど、そうっすよね、でちょっと話それちゃいましたけど、そう、日本ではエリック・マコーマックの雲っていう本は柴田元幸さんが訳してイメージだと売れた方の海外文学だなと思ってます、でそれ以外の今回の作家はですね初めてかなという人ばっかりなので、うん、いや本当ちょっとこんな作家たちがいるんだっていうところで、まあ当たり前なんですけど世界広いので、うん、まあ、英語圏も広いので、うん、当たり前なんですけれども感じたところですね、うん、この本の構成は、岸本さんの役の短編があって柴田元幸さんの短編の役があって、うん、でその後翻訳弱っていう形で2人の対談がその作家に対しての対談とかが入っていて、でそれが3ブロックになってるっていう感じです、うんうんうん、なので6作家ですね、うんうん、で翻訳弱とかを読ませていただいてるとやっぱり柴田さんと岸本さんのですねアンテナがすげえなっていう、うんうん、いろいろ買ってるんだなっていうのがちょっとまあ翻訳家なので当たり前なのかもしれないですけど、いや、いろんな小説を買ってストックしてるんだなっていうのがちょっと垣間見えて、うんうん、あ、こういう仕事の進め方してるんだなっていうのがちょっと見えたりしたところもあって、そのあたりもちょっと面白かったですね、うんうん、確かになんかこのどれだけの作品を読まれてその中から選ばれてるのかってすごい気になりますね、個性的な作品をなんか並べてらっしゃるので、だから相当なもう量の多分、うん、短編小説を読まれてその中からだと思いますので、うん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 、なんか一体どれだけの量に当たっていたのかってめっちゃ気になりますね、うんうん、そうっすよね、うん、いや本当それは思います、うん、でその、まあ、岸本さんなんかは結構ジャケ買いするって言ってってるんで、うんうん、まあ表紙で決めてるパッと見ていいなと思ったら買ってると思うんですけど、うん、なんかその中からね積んだ中から今回訳されているすごい尖った作品を見つけてくる、うん、選書もすごいなと思いますし、うん、どうなんだろうね、これって翻訳者の中では一般的なのかね、こういうやり方っていうのがどうなんですかね、じゃあ翻訳者の方でもその翻訳だけではなくてその作品を、うん、が何を訳すかっていうところ、うん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 、そうですね、なんか そこのところですよね、我々もこの番組始めていろんな翻訳者の方と接するようになったなと思ってるんですけど、うんうん、イメージ結構持ち込みとか、うん、依頼とかが多い感じがして、うん、こうなんかストックがある中からこう出していくみたいな人って少数派なのかなとかちょっと思ったりして、いろんな年次とかもあるのかもしれないけど、うんうん、とまあちょっとそんなところちょっと気になったっていうだけですはい、はい、ちょっと余談なんか話が逸れちゃったんでちょっと本題に戻していくと、うん、で、今回ですねやっぱりこの6作家の作品を読んで、で、今回ですねちょっと面白かったのは協約弱っていうのが入ってまして、で協約弱っていうのは作家2人の作品を、お二人が訳した後に入ってる対談になってますね。でこれで一番最後の協約弱3でですね短編に求めるものっていう話があって、うん、やっぱりこの中で観点として怒りとユーモアとこうやってもいいのかって話をお二人されてるんですけれども、うん、特にこうやってもいいのかっていうのは今回の紹介されてる作品に結構共通するところだなと思っていて、うん、やっぱ変な話多かったそうですね、どう考えても変なんですね、うん、でやっぱこれを作品として消化させてるというか、まあ、表現してるっていうやっぱこの作家のこの手腕もそうなんですけれども、うん、まあ、それに対してのなんていうか驚きと、うん、やっぱすごいなって思う部分、うん、ここはこれを読んでて率直にも感じましたし、うん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 、なんかなんていうのかなすごく変わった作品があって、でもそうこれはなんていうか短編だから成り立つものなのかどうかはちょっと気にはなったかなって感じかな、あーなるほど、うんうん、なんていうかね、うん、これ長編でやられたらちょっと辛くないとか思ったりする作品もあったと思う、うん、多分、うんうんうん、変なものに耐える、うんうん、耐えることができるかどうかみたいな、あちょっとあれだけど、そうそう、うん、確かにその作品をただ読むだけではわからないもの、まあ、特に今回3つのパートの中の2つ目ですね、このダニエル・ダットンという人とヘザー・アルトフェルドという人の
作品は、小説ではないのかな、散文でもちょっと違うかもしれないですけども、うんうん、あの読んでもよく柴田さんは、うんうん、柴田さんはジャンルを横断してる、超えてるとか言ってたね。あ、なるほど、そうですね。最初読んでちょっと全然わかんなくてですねでまあ教約ユアで後書きとかあるんで、まあ、それ読んでなるほどなと思いながらです、まあ、そしたらこのダニエル・ダットンという人は、まあ、岸本さんが訳している人はもともとそのデザイナーで、まあ、想定家、まあ、想定とかを手掛けていて、で前回のこの教約の第一弾で、うん、サブリナ・オラ・マークという人が出ていたんですけど、うんうんうん、その人のジャケットとかもですね、このダニエル・ダットンという人が、まあ、デザインしていたみたいで、あという話を聞いて、まあ、読んでいって、だんだんそのダニエル・ダットンという人がどういう人か分かってきて、でなるほどなと思ってもう一回インスタレーションという作品なんですけど読んでみたら、なんか最初に読んだ頃より少しだけ文章が入ってきてです、うんうんうん、まあ、それでも 99% ぐらいはよく分からないなっていうままだったんで結局よく分からないは、まあ、そのままだったんですけども、うん、まあ、でも本当に教約用があると、まあ、作品の、ね、背景とかいろいろ知ることができるんで、まあ、本当ありがたいのではあります、うん、そうですね。ちょっとインスタレーションはちょっと本編でのと思ってたけど、うん、これどこに視点を持っていっていいかわからない話だなと思って、うん、そう、俺が今自分はどの視点にいるんだみたいなちょっとわかんなくなる話で、そういう意味で本当なんかすごい作品なんだなと思って、うん、うん、そうですよ、何とも言えない、なんでしょうね、このなんかちょっと宇宙を感じるような、そうですね、なんか、うん、そうですね、その視点というか、うんうん、視点もそうだし、うん、なんかその、うん、生命感というか、なんかそんなものも感じたり、そうね、うん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 、なんかどういう話かとか本当全くね説明がしようがないんですけども、ないですね。でダニエル、ダットンさんの、うん、次の作品の書かないこともですね、はいはい、うん、これはまあ書くということに対しての話ではあるとは思うんですけれども、うん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 、これも一読して、うんうん、もうそう、なんか何かかなり難しい文章だなと思いましたね、うん、いやそうね、うん、だからあのなんかこうちょっと今語る言葉がなかなかないんですけど、でもあのこれを教約要話でちょっとね解説していただいたりしてるので、まあ、それを読むと、うん、あなるほどこういうことなんだと思うのと、うん、あと冒頭でも言ったんですけど短いんですよこれ、うんうん、短いんで全然読み切るのはそんな大変ではないので、うんうん、あのぜひちょっと体験してもらいたいところではあるかなと思いますね。そうですね、うん、なんか意味とかどうかより、うん、そうですね、なんかこの文章を体験するっていう感覚が楽しい気はしますよね、うんうん、なんでよ、視点が定まんないのになんか成り立ってる感じがすごくびっくりしたんだよな。いやなんかすごく、うん、ちょっと面白かったので、ぜひというところですね、うん、でじゃあちょっと具体的にですね、ちょっとどういう作品が入ってるかって話をしていきたいなと思います。で、まあ、6作か8作品なので、まあダダッと話していっちゃおうと思ってるんですけど、ちょっとですね、あのいくつかはちょっと厚めに話そうかなと思ってます。一番最初に入ってるのはスーバンカムタマバンサという方のランディ・トラビスという、作品になってます。カナダの作家なんですけれども、ラオスの難民キャンプで生まれて、カナダ育ちという方ですね、うん、なんでちょっとなんでしょう、移民文脈もある方ではありますというところですね、うん、でこの話なんですけど、ランディ・トラビスっていうアーティストっていうかミュージシャンがいまして、うん、だカントリー歌手、うん、往年の名歌手、うんうんうん、らしくて、あ実在する方ですと。で、そのランディに、主人公のお母さんが、まあ、夢中になってくるわけですね。いろんなことをやらないで、ランディ・トラビスの歌をずっと聴いてるお母さんっていう状態にお母さんがどんどんなっていくんですよ。で、まあ父はですね、なんか それに対してこうちょっとどうしようみたいなやつあるんですけど、ランディ・トラビスをのことばっかり考えてる母をですね、まあ父は寡黙な感じのお父さんなんですけど、うん、歌ってみたりとかして、ちょっとその母 そのランディ・トラビスに、ね、こう入り込んでるのを、まあ、少し何とかしようとしてるところもあったりとかして感じがありました、うんうんうん、である日コンサートにですね、あの父が母さんが行きたがってるからもう叶えてやるしかないだろうということで、あのみんなで行くことにしてっていうところがあって、っていう感じでちょっと話は進んでいくんですね。で、まあ、その後母は、まあ、いつの間にかこのランディ・トラビスから興味を失って、うん、次はスロットマシンにハマったりとかするんですけど、うんうん、なんといっていいのか、ちょっと変わったお母さんが出てくる話ですね、うんうん、でこの変わったお母さんがなんというかの描かれ方が、うん、これね、あの次のエリック・マコーマックの作品とも共通してるんですけど、なんかさらっとしてるんですよね、うんうんうん、まあ、ちょっと変だなって思うんですけど、うん、だからそのあたりがね、なんかこの作品のちょっと面白いところだなと思いながらと読みましたというところですね、うんうん、でこのお母さんが、英語が書けなくて、
まあ、読み書きはできなくて、でランディ・トラビスにファンレターを送りたいから娘さんにこの手紙を書かせるんですけども、娘からするともうなんかそんなの何をしてるんだっていう感じなんで、そう結局ね、なんかあの母さんはなんかもうあなたのことを永遠に愛してますとメッセージを書いてって娘にですけど、娘はあなたなんか大嫌いって書いて、そうですね、それでハガキをね送り続けたりとかで、そんな面白いエピソードもあったりして、あとやっぱり僕はなんかこのお父さんがすごくいいキャラだなって思いましたね。なんかこれ読んでると お母さんは変人で、まあ、ちょっとそれに付き合うようなお父さんっていう感じなんですけど、もう最後読んでいくとですね、このお母さんはランディ・トラビスからちょっと途中で、まあ、スロットマシンに気持ちが変わったりしていくんですけど、このお父さんが思っても見ない姿を見せたりするんでですね、最後まで読んでいくとすごいなんかね、この いい小説が読めたなっていうので、僕はもう結構今回の小説のこの教訳の中でももう一番好きかもしれない作品でした。ああなるほど、うん、確かにそうだね、お母さん変だし、いろいろあるけど、なんかねラストのお父さんいいもんね。まあ、このお母さんのことも、まあ、ラオスから出てきてっていうので読んでいくと、まあ、結構大変な事情が、ね、やっぱりあったと思いますし、まあ、でもねそことこの変なことにハマっていく皮肉っていうかギャップすごい良かったなと思いましたし、そうですね、ちょっとまあこれくらいにしてちょっと次の作品なんですけど、次がですね、エリック・マコーマックの家族の伝統、これ柴田さんが訳したものですね、なってます。さっきのあれか、すみません、ランディ・トラビスはですね岸本さんが訳してます、はい、ちょっと言いそびれちゃったと思うんで、とじゃあちょっとあの家族の伝統の話をさせていただくと、あでこれね個人的には私今回一番面白かったなと思っていて、不穏だし、不穏な空気流れるんだけど、なんか変に明るくまとまってく、ちょっと不思議な話だったなと思っていて、あまり他でこういうタイプ読んだことないなと思って、でもなんかね映画とかでなんかこういうのありそうと思った。なんか扱ってるのなんか不穏なんだけど、演者たちがやたら明るいみたいな、なんかそういう作品なんかありそうだなってこと思いながらちょっと、読んでましたと、でちょっとざっくりネタバレしない程度にどういう言うと、はい、でこの話なんですけど、ベンジャミンっていう、まあ、主人公がいまして、彼がですね自分のお父さんにエレナという女性にプロポーズしたということを告げるところから話は始まってきます。でまだその回答はもらってないと、エレナから回答はもらってなくて返事を待ってる状態 でもし、うまくいったら一緒に暮らしたいという話をしているというところから始まります。でこのエレナという女性なんですけど、実はですねちょっとベンジャミンとはちょっと年上の女性なんですけど、彼女はちょっと子供を欲しがっていたので、ちょっとベンジャミンが実は協力して、もうすでに2人の間にはですね子供がいます。でエレナとしては、まあ、子供が欲しかっただけなので、ベンジャミンに、まあ、それ以上のこと、まあ、結婚とか一緒に生活していくとかそういうことは求めていなかったというところになります。その翌日ですね、この話をした翌日ですね、父はですねベンジャミンにあることを告げます。自分もある女性にプロポーズしたと。あ今ちょっとお母さんもういない状態なんですね、なので一人身なんですけども、自分もある女性にプロポーズしたと。でお前が知ってる相手だ、でその相手はエレナであるということをベンジャミンに伝えます。そして、ベンジャミン同様今は即答をもらえず返事を待っている状態だというところから、まあこれがちょっと話の前半ぐらいなんですけど、で後半ちょっといろんなことが展開していって終わっていくっていう話なんですけれども、というですね、ちょっとこの最初の大枠だけ聞くと結構びっくりするような、どういうことなんだよって思うような話なんですけれども、まあこの辺もですねちょっと不穏だし、まあその後もちょっと不穏な感じが流れて、でもなぜか割と何でしょうね、カラッとした明るさを持って終わっていくっていう、ちょっと変わった話です、でなんかエリック・マーコーマックってこういう作風なんだなっていうのはちょっと教訳弱でも語られているので、なるほどなと思いました。違う、なんか最初のこの不穏な空気感とこの最後のなんか終わりの時の空気感のねこの違いは確かにめっちゃ面白かったですね。私なんとなくだけど処理しきれない感はある、ああはい、なんていうか、読んでて、で、でやっぱそれがこの作品の面白さでもあるなと思いますね。最初僕作品読んだ時になんか屋根裏部屋に祭壇みたいなものがあったりして、人の指があったとかっていうなんかそんななんか話もあったりして、呪術的 なんか内容になってくるのかなとちょっと怖めのと思ってたら、ちょっと思わない方向に話がちょっと進んでいって、あれ最初に書いていたこと一体何だったんだろうって思いつつ、まあでも話的にはねなんかすごい面白いんですけども、そうですね、どっちかというとまあちょっと神話に重ねられるようなまあ話になっていってっていうので、
うん、そうですね。で、そう、屋根裏部屋の話が出たんで、あれなんですけど、コウモリが出てくるんですよ、この話。うん、コウモリが、ベンジャミンの部屋の上から、まあ、天井から屋根裏からですね、落ちてきて、うんうん、で、まあ、ちょっと怪我というか、まあ、少し怪我をしていると。で、うん、それを見てもらうために、動物病院に行ったんですけど、うん、その動物病院にいたのがエレナなんですね。うんうんうん、で、まあ、そこで2人は出会ったと。で、まあ、そこでちょっといろいろお互いの話をしてって、まあ、今いろんなことがあって、ちょっと子供を作ることになったっていう形になってますと。で、このコウモリがこの話の中で、なんだっけ、災いを呼んでくるのか、幸運を呼んでくるのかみたいな話があった。で、結果この話においてどっちだったんだろうっていうのはちょっとなんかそこも結構モヤっとする、うんうんうん、まあ、コウモリがねきっかけでね、このエレナとベンジャミンは出会うので、うんうん、それがこの物語においてもどういう意味を持っていたんだろうっていうのは2つの意味でも捉えることができるし、うんうんうん、ちょっとここは読んだ人で様々な印象を持つんじゃないかなと思うところでもありますね。うん、うんうんうん、確かに、なんかこのコウモリが一つのキーワードというかそういうのに、ね、なってるのを感じましたし、うんうんうん、でこれでこのエリック・マコーマックとスーバンカム・タババンサさんの作品が、まあ、一つのパートになってますという感じになってます、ね、うん、で続いてもう一個の塊というかね二人の作家なんですけど、うん、本上では、ダニエル・ダットンとヘザー・アルトフェルトさんが続いてるんですけど、ちょっとさっき冒頭前にも話した通りちょっと複雑なので先に分かりやすいですね。うんうん、作家の方をちょっと紹介したいなと思っていて、じゃあアンバーはじゃあ明細いく、うん、そうですね、はい、でパートとで言うと、まあ、最後に紹介されている、作品の中で先に、岸本幸子さんが訳されたアンバースパークスの大切なものを隠しておくための場所ですね、ちょっとこれをこの作品紹介したいと思います。でこの作品はシャルル・ペローのロバの皮というですね古典の中その児童文学の、まあ、代表作であるんですけど、それを現代風にちょっとアレンジしたおとぎ話になります、うんうんうん、で内容としてはですね、こう昔々から始まるんですけど、まあ、ある、まあ、王国、まあ、小さな王国にいる、お姫様ですねが主人公になります。でお姫様がいるんですけども、そこには、まあ、ちょっと狂ったようなお父さん、まあ、父親がいて王様ですね。で奥さんが、まあ、すでにちょっといないということで、ちょっと新しい王妃様を、まあ、結婚相手を探しているという時に、このお姫様に、まあ、今はいないそのお母さんの面影を見てですね、でお父さんが、まあ、ちょっと気が狂ってるんで、この自分の娘と結婚したいと言い出します。で娘はですね、まあ、そんなのも絶対嫌だと、なんでこんな、ね、なんか親父と結婚しないといけないんだっていうので、もうね、ちょっと困ってしまいます。でこの小説がですね、もう結構コミカルに書かれているんで、ここからですね、まあ、そのお姫様の助けてくれる妖精がいてですね、でこの妖精がですね、妖精というとちょっと小さくて、ね、羽が生えて飛んでるようなあのイメージかもしれないんですが、ここで出てくる妖精っていうのはですね結構ごつくてですね、だから肉々しくて、であのゴッドマザーと呼ばれているなんか大阪のおばちゃんみたいな感じの妖精なんですけどがですね、まあ結構いいアドバイスをしてくれて、ね、まあ、不可能な要求をねお父さんにつけたら、まあ、結婚を拒むことができるだろうというので、まあ、そこで考えたのがですね、まあ、このお姫様が、まあ、血の色のこうしたドレスを作ってほしいとお父さんに要求しようと。で、まあそんなの作れるはずはないと思ってたら、お父さんがね、それをもう真に受けて、もう職人に頑張らせて、もう見事な血の色をしたドレスを作らせてしまうと。じゃあ次は、お姫様が骨の色をしたドレスを要求します、うん、これはさすがに無理かなと思ったら、今度もですね、もうお父さんがやっぱ職人に作らせて、これ見事な、ね、骨の色をしたドレスができてしまうと。でこれはもうやばいとあって、ちょっと妖精とどうしようって言って、じゃあこの死の色のドレスですね、この死の色っていうのは現実にはそれがどんな色なのかってないものなので、これはさすがに作るの無理だろうっていうので、まあ、死の色のドレスをねと作ってほしいと、うん、まあ、それがないとその結婚は式挙げれない、結婚できないって娘言うんですけど、そしたらお父さんがですね、もうこれまた職人に頑張らせて、だからこれはもう死の色としか思えないドレスっていうのをですね本当に作ってしまうと。でこれはもう娘もちょっと認めざるを得ないというのになってしまってですね、とはいえ結婚は嫌だから、もうこのまま死ぬかもう逃げるかもう二択しかないと、うん、そしたら妖精が、じゃあこれはもう逃げるしかないでしょうというので、まあ、このおとぎ話の世界からですね、と娘さんをちょっと魔法を使ってちょっと別の世界に飛ばして、まあ、逃げることを手伝ってあげますと。で娘さんがですね、まあ、ロバの皮をかぶって、まあ、別の世界に、逃げるんですけども、その着いた先というのがですね、まあ、これが現実世界で、まあ、ニューヨークのセントラルパークの着いてですね、まあ、そこでですね、この最初の国でお姫様だった人が一般市民って言っていいのかな、まあ、なんか不老者みたいな立場で現れて
で、まあ、最初はね肉屋の主人と出会って、次に美術学校の学生と出会って、まあ、最後に誰と出会うのかっていうので、この現実のニューヨークで、まあ、恋愛とかですね、まあ、一般生活というのかな、なんかそんなのを謳歌するようなそんな話ですね。まあ、これがね、いやなかなかすごいなコミカルだし、登場人物のこのキャラクターのこのなんていうかひねくれ具合っていうんですかね、なんかそんなのも感じれてすごい面白かったです、うんうん、これなんかね、うん、これもまあこれもなんというかコミカルな部分もありながらと、あと、うん、なんだろうな、例えばこの王様うん、の話からスタートしてて、で最終的にセントラルパークっていういわゆる現実的な世界に出てきて、うん、まあ、その後あの彼女の人生ってのは続いてって、うん、である程度の自分の中での人生っていうのはこういうものだみたいなところに落ち着いていく、だけれども、そのなんか王様からもなんだろう、割と簡単に逃げ切れちゃった感じとかあって、最初のなんか前半の王様怖い感じが、いや結構強烈だなと思ったんだけど、うん、それから割とスルッと離れていくっていう感じは結構意外だったなというか、あ、こんな感じなんだっていうのがあったりして、でその後のね、あの彼女の生き方っていうのもなんか不思議で、ある意味すごくリアルだし、そうですよね、幻想的なのになんか妙なリアルさがあるっていう、なんか不思議な作品だったなとちょっと思ってますね、なんかそのそうですね、幻想的な世界から、まあ、ニューヨークのね現実的な世界に来て、そこでねだからいきなりそのリアルな人間にとしてなんか描かれていくっていうところ、まあ、でも実際でもそういうものかもしれないですけど、なんかそういうその世界で生きていくなら、まあ、そこの世界の中のリアリティのある人物になっていくっていうか、そういうなるほど、なんかね、いやでも面白かったですよね、この話がもうね、なんかシャルル・ペローのロバの皮をアレンジしたっていうところで、まあ、なんかその始まりから終わりまでのある程度の筋道っていうのは決まってるのかもしれないですけど、でもいやまさかこうなっていくんだっていう、なんかそのなんか読めなさっていうのも同時に感じたので、確かになんかそう先の読めない感はすぐあったね。でこの岸本さん役の次ですね、柴田元幸さんが訳しているのがステイシー・オーモニエという人の将軍拉致という作品になります。まあ、将軍拉致と漢字で書かれているんですけども、なんかその将軍が出てくるとかっていうわけではなくて、とある男性がですね、まあ、ちょっとその田舎道というかですね、まあ、そういうところを行った時に、まあ、ある、まあ、その将軍と書かれている、まあ、ジェネラルというんですけど、将軍と書かれているジェネラル社の古いバスを見つけてですね、でそのバスにまつわる、まあ、そのバスに住んでいる人がいるんで、そのバスにまつわるちょっと話をですね聞くというので、その話というのがすごく面白い話になっていて、なんかそのバスにまつわる話をその聞かされるんですけども、と軍人の、まあ、男が絡んでいて、でその男はもういつもニタニタ笑うような人間 で、まあ、その戦時中でもどんな時でもニタニタ笑って、で捕虜になった時も、笑うし、なんか収容所送りになった時も笑って、まあ、また国に戻ってきた時も笑ってるみたいな男ですね。でそんな人がですね、ちょっと戦争も終わってちょっと就職しようかっていう時に、まあ、全然、まあ、職がなくて、でバスの運転手には慣れたので、まあ、そのジェネラル社のそのバスの運転手になると。で結構腕前は良くてですね、で、まあ、バスの運転手としての実績を買われて、結構そのビジネスマンとかを乗せるような路線のバス運転手に抜擢されます。でその、まあ、ニタニタと、まあ、笑ってるような男がですね、まあ、とはいえですね、ちょっと契約更新がされずに、まあ、クビになりますよってなった時にですね、まあ、最後のこれ運転の日なんですけども、もうそこでですね、ちょっとみんなをあっと驚かせるような、まあ、すごく大きな事件を起こすというですね話ですね、っていうそんなこのバスにまつわる話っていうのを、そのバスに住んでる男から、聞かされて、でその話を聞いた、まあ、主人公がですね、まあ、さらにですね、それ以外にも思っても見ない話を聞かされる羽目になる、物語をいくつもなんか塗り足していくような、そんな短編になりますね、不思議な話で、そうですよね、これ今ちょっとやばい、いろいろ今三井さんの話聞きながらちょっと読み返したんだけど、これ最後に出てきた人のあの主ちょっと笑ったりしてるけど、ニタニタ笑ってたやつかなとかちょっと思いながら、ちょっとなんか疑心暗鬼になってきた、そうですよね、いやもう本当にもう何が本当なのかっていう、何が本当か分からなくなる話だね、これ今そうです、こんな短いのに、そうですでもね、この最初に聞かされるこのニタニタ笑う男にまつわる話ですね、この物語がすごいなんか物語性があってです、これがめっちゃ面白いんですよね、そうだよね、なんでも、ね、最初の設定とか忘れるぐらいこのなんか面白いストーリーがいや最後ね、いや その物語以外にも他にも物語がまだあったのっていうですね
そういうのはこの短編の中にこう驚きが何個か隠されているような話ね。うん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 。止まんなくなるタイプの話だよね、うん、これね、と思いますね。うん、これでも面白かったのが、このステイシー・オムニエっていう人、うん、多分100年ぐらい前ですかね、これ書かれての。そうですね、ちょうど1924年に出ている、あ、うん、イギリスの作家なんですけど、この柴田元幸さんが言っていたのが、なんかそんな面白いことを書くタイプの人ではないけど、うんうんうん、今回のはもうめっちゃ面白いと。で、なんか20本に1本ぐらい、なんか面白いのがあるというので、なんかイベントの時も、うん、言ってたよね、野球選手で、うん、20打席で1安打しか打てないけど、その1安打は確実にホームランを打つタイプの人だみたいなんですね。うん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 。でもこれはもう本当すごい面白かったです。うん、でも、なんか岸本さんもその時言ってたけど、まあ、面白いものを書けるならね、うん、素晴らしいんじゃないかみたいなことを言ってたと思うんだけど、うん、まあ、我々としてはね、もう、あの、柴田さんが、あの、他の19本、取り除いて、これだけ差し出してくれるから、もう、あ、そうですね。ありがとうございますって言っても、うん、読むだけなので、そうですね。もう、これだけ。ありがたい話ですよね。そうですね。もう、すごい、うんうん、もう、なんか天才バッターに思えてしまってもう本当ありがたい話だなと思いながら、うん、じゃあちょっと次いきますか、うん、で本来ならですね、真ん中に入っているダニエル・ダットンのインスタレーションと書かないこと、うん、岸本幸子さん役ですね、それと柴田元幸さんが役したヘザー・アルトフェルド、死んだ言語たちを悼むと沈黙を悼むと、この2作家2本ずつなんで4本ですね、真ん中に入っているんですけど、まあ、これちょっとさっき言った通り結構説明が難しかったりする4本なので、まあ、ダニエル・ダットンはちょっとあのさっきも話したけど、なんていうかな、まあ、私は結構この話としては山の中で迷ってしまった女性の話なんだけれども、うんうん、女性の視点がありながら山にある植物かな、うんうん、がなんかね、宇宙的な視点で語られてるような感じがあって、うんうんうん、なんか不思議な作品だったなと思ってます、うん、でもう一本の書かないことの方も、うんうん、なんというかこれもあの、ダニエル・ダットンさんの、まあ、書くことに対するスタンスみたいなのがちょっと現れていて、うんうん、で言葉っていうのはあの多分デザインやってるからと思うんですけども、うん、言葉っていうのはもう意味を持ってしまうとどうしてもっていうことについて触れていて、うんうん、あのその感覚とか話とかめちゃくちゃ面白かった作品です。ダニエル・ダットンさんのこの2つの作品、なんかあらすじとかそういうのはあんまりないのかなと思っていますね。で、僕もあの、ね、うん、この最初のインスタレーションという作品は、うん、その彼女の視点で、まあ、読みは始めたものの途中でどの視点になっていくのか、誰の視点なのかってよく分からなくなっていくような、なんか読み心地があって、で、その彼女がその山の中で山肌を感じるんですけども、その時ですね、まあ、この文章の中には、いろいろな植物が出てくるんですけども、この山肌に触れた時に、何かその植物たちと、あと宇宙ですね、なんかその宇宙が同時接続するような、なんとも言えない感覚が生んでいる時に感じてですね、あ、これはすごいなと思ったのはありましたね。うん、とはいえ、ね、どういう話か。本当説明できなくてちょっと、ね、申し訳ないんですけどもうね、これは難しい、読んでもらうしかないかなと思いますね。で、次のあのヘザー・アルトフェルドの死んだ言語たちを悼むと沈黙を悼むなんですけども、死んだ言語たちの方はですね、あの本当に実在している言語を結構並べていて、うん、で今まさに消えゆく言語、77億人の人間のうちにヌチャトラット語を話す人間で残っているのは彼一人とか、うんうん、そういうものをダッと上げていっていて、どういう言語だったとかちょっとあの話してる部分もあったりして、うんうん、本当にこう消えてく言語についていろいろ書いてある文章なんですよね、うんうん、だからこれは小説ではないと思うんだけれども、ね、うん、こう何とも言えない作品でして、うん、日本語を話してる我々からするとやっぱり日本語って結構話す人多いなとかちょっと思ってしまったりしたりする、うんうん、なんか不思議な感覚になる文章でした、うんうんうん、そうですね、いや僕はこれすごい好きでしたね。あのこの中でこれ52ページって書かれていたんですけど、うん、ある、まあ、古代文明は、まあ、木を話せたと。木ですね、うんうんうん、植物の木だからね、木の根の言語とか、まあ、キノコの立てる音をその文明は介したとかですね、また風から教わった言葉っていうのも持っていたと。でここで語られている言語っていうのが実在する言語ばっかりなんで、この古代文明でね、木を話せたとか風から教わった言葉があるとかって本当なのかなってちょっと思ってですね、うんうんうん、まあ、そういったすごくそのロマンを感じつつ、その昔はそういった言葉が存在していたと思うんですけど、まあ、それがですね今はもうなくなっているであろうと思われるので、ちょっと寂しさも感じるような
この文明はね、そのすごい進化していってるところがあっても、その言語としてかつてあったものの中にはもうすでになくなっているものもあるんだろうなっていうですね、なかなかこのちょっとロマンを感じたり寂しさを感じたりするような、ね、なんかそんな感情があって、うん、あと、うん、言語が好きな人はすごくハマるんじゃないかなと思いますね。ハマるだろうね、うんうん、で沈黙を痛むの方なんですけども、これはなんかもう詩みたいな感じですね、うん、詩のような文章が続いてます、ね、短いですね、3ページぐらいですもんね、3ページか、うん、しかも詩っぽく整えられてるというか、うんうんうん、構成されてるんで読むのは時間はかからないと思うんですけども、うんうん、なんかね意味を汲み取るのはちょっとやっぱ、うん、時間かかるかなと思いましたね、うんうん、そう沈黙がいなくなった今私たちは何者にも怯えないとか、うんまあ、沈黙について書かれてる文章で、まあ、痛むなので、うんまあ、沈黙がなくなるということだと思うんですけど、うん、そうなるとやっぱ騒がしいっていうことなのかなとか、うん、ちょっといろいろでもなんていうか、うん、なんか静けさは感じるんだよなこの文章からはな、うんうんまあ、書いてあることはね結構音の話とかもあったりするので騒がしいというか音がこうたくさんあるっていうことはなんとなくわかるんだけど、うんまあ、ちょっとこれも読んでもらわないとわからないかなと思って、うんはい、そうですね、まあ、あまり、うんうん、そうですね、あとこれは、ねうん、もう最初の1行目が彼女という人が別れを告げに私たち一人一人の中に入ってきたっていうところから始まるんですけども、うんうんうん、なんかこのなんか設定というんですかね、状況をなんか想像しながら読んでいくと、うんまあ、すごくなんか寂しさを覚えるような、そうだよね、ね、あの、死と言っていいのかなになってくるかなと思いますね、うんうんうん、そうラストもね、なんか私たちが考える音がっていう、やっぱり音っていうのにちょっとね、うん、結びつけてるからで沈黙とか、うん、そうです、じゃあちょっとそんな感じでざっと全部の作品かなお話ししてきましたけれども、まあやっぱり今回冒頭でも話してる通り変わった作品が多いので、やっぱ変わった作品こんなにですね、なんというか気軽に味わえるのってあんまりないと思うので、もう気になったらぜひですね読んでいただけたらなと思います、うんうん、そうですね、あと今までちょっと、ね、触れてこなかったんですけども、このモンキーのなんかビジュアルがすごく良くてですね、そうだね、これ確かにそれ話さないとね、うん、そうですね、でしかも作品ごとにですね、その作品をイメージしたアート作品と読んでいいと思うんですけども、うん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 、の写真が入っていてですね、なんかその世界観をすごく何か頭の中でちょっとね醸し出してくれるような、うんうんうん、なんかそんなですね、すごくもうなんかビジュアルが、ね、この作品ごとに入っているんで、なんかそういった意味では そこの楽しさっていうのはすごくあると思いますね。この文章だけでももちろん面白い作品なんですけど、プラスこのビジュアルが描き立ててくれるこのイメージこもかなりですね、もう強烈なものを感じるし、あともう単純に見ていて楽しくなるようなやっぱアート作品とかも入っているので、うん、そうですね、でこれあれだよね、アートワークやってるのが、高田明子さん、雅子さんっていう2人で、これ兄弟なのかな、わかんないけどやってらっしゃるみたいで、これまあ柴田さんの最後これ後書きみたいなんで猿の仕事っていう文章ついてるんですけど、そこを読むとですね、まあ岸本さんと協約特集やることになったので、全てにお二人の作品がついたら、あ、この高田明子さん、雅子さんのお二人の作品がついたらすごいことになるんじゃないかと思い、ダメ元でお願いしてみたところ、ありがたく OK をいただき、うん、そしてすごいことになったって書いてあるんですけど、確かにすごいことになってるんですよ、うん、表紙もいいし、うん、あ、そうですよね、うん、私各作品 のイメージをねバシッと掴んだ、うん、アートワークが出ていてね、うん、このマコーマックの家族の伝統のこのアートの写真とかね、あ、コウモリね、うん、いいよね、うん、そうですね、このね、なんかヘザー・アルトフェルドの沈黙を痛むもいいし、あと、あ、そもそもあれか、死んだ言語たちを痛むもすごい凝ってるし、うんうん、そうですね、すごいかっこいいよね、ね、うん、雑誌だから映えるこのアートワークだと思うんで、うん、ここもぜひ楽しんでいただきたいですよね、うん、そうですね、次に話しちゃうと連載で古川秀夫さんと、うん、川上弘美さんと、あと岸本幸子さんですね、あ、そうです、あと、うん、レディ美香子さんもか書いてらっしゃるんで、うん、この4名の連載もあるし、また、坂口恭平さんの文章も入ってますし、あと、うん、柴田さんが他にも訳してますね、うん、ネルソン・オルグレンっていう方とケリー・リンク、他の作品も読めますので、かなりお得な文芸誌だと思うので、うん、気になった方はぜひ買っていただけたらなと思います、うん、じゃあちょっと今日はこんなことにしておきましょうか。いつもとは違う感じで紹介してこれて、少し探り探りなところはちょっとあったけど、うん、まあ確かに、うん、まあでもモンキーはやっぱり、うん、そうですね、いや本当なんか楽しいですね、うん、
じゃあちょっと次回予告して終わりたいと思います。次回はですね、ミハイル・アイバスのもう一つの街をご紹介いたします。お楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員募集しております。こちら無料版有料版でございまして、無料版はですね、ある時もう最近ちょっと少なくなってきちゃってるんですけれども、カット音源作って配布してます。で、他にはですね、海外文学ニュースなんかも、毎週毎週配信してますので、気になった方はぜひご登録ください。で、有料版は、サポーター特典という形を取っておりまして、我々をちょっと応援したいという方が一定数いまして、そして非常に助かっております。こちら月額500円で我々応援できるので、もしですね我々の番組気に入っていただいて、書籍代とか、制作費とか、カンパしたいなと思ったら、ぜひ、ご登録ください。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらご確認ください。で、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたございましたら、ハッシュタグソラトミニコタジをつけて教えていただけると大変嬉しいです。 X やインスタの投稿でお待ちしております。お便りフォームも番組情報欄に載せております。そちらいただけましたら2ヶ月に1回ぐらいのお便り紹介会でお答えいたしますので、些細なことでもお寄せいただけると嬉しいです。この番組気に入ってきましたら積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。ありがとうございました。